さあ今試合開始のゴングが鳴りました。まずは睨み合いか。頭から落としていった。返していきます。ストンピング入ってます。手を休ませません。打ち込んでいきます。返した。アームホイップ、体ごと浴びせにいった。まともに入ってるぞ。ロープに飛ばした。ショルダーストーンに向かった。強烈にヒット。とどめになるか。カウント3。これは返せませんでした。さあ今ゴングが打ち鳴らされた。まずは睨み合いか。ヤシの左を決めていきます。打っていきます。全体重を預けていった。入ってます。たまらずマットに立った。ヘッドマットロープに振っていく。ショルダースリーを迎えた。ヘッドバット顎のあたりか。またもやヒット。たまらずマットに叩きつけられた。ロープに飛ばした。カウンターで打ち込んでいく。ここは相手を休ませません。カウント3。カウント3を奪った。さあ今ゴングが打ち鳴らされた。まずは睨み合いか。打っていきます。組み手を離します。攻撃の流れを作っていく。膝が落ちた。両腕を高々と上げていく。まずは馬につけていきます。さあここから両者どうする。いや返した。はい、受けた。
は相手を休ませません。ミドル打ちを狙います。バックを取り返す。ストンピング。頭からいった。魂じいパワーボム、力負けといった感じだ。挟み込んでいけるか。組み筋に強烈な一撃。ここは相手を休ませません。このままホールド。まだ余裕があるか。決まったか。カウント3、カウント3が埋まった。さあ、ゴングが鳴りました。まずは睨み合いか。投げていった。入ってます。ヤシの左を決めていきます。ノーテン逆落とし。技のキレがいいぞ。ヤシの左を決めていきます。ここは相手を休ませません。ジェフリー自らの肉体を誇示します。首のあたりに入ってます。首筋にヒット。頭に打ち込む。攻撃の流れを作っていく。一回転、危険なバックドロップ。これから投げていきます。両肩を捨てていく。カウントは2。挑発していく。完全に決まる前に抜け出せるか。場外に落とした。会場全体に筋肉アピール。リング内に戻ります。背中のあたりから落としていった。ヤシの左を決めていきます。ハンマースロー。強烈なバックブリーカー。ゴムテガ、ゴムテガ、ファイテレス、ファイテレス。カウント3、これは返せませんでした。
はあ、今ゴングが打ち鳴らされた。おっと両者気合十分といったところです。ストンピング、攻撃の流れを作っていく。入ってます。またもやヒット。攻撃の手をやってない。さあ行ったぞ。子供の一発になるか。ここは一旦逃れる。これは決まったか。決まった。見事カウント3を奪いました。さあ今試合開始のゴングが鳴りました。おっと両者気合十分といったところです。相手をマットにダウンさせていく。パワーボーの体勢、叩きつけた。攻撃の手を休めない。さあ場外に落としていきます。攻めていく。頭を掴んでココナッツラッシュ。さあ行ったぞ。子供の一発になるか。容赦なく攻めていく。頭部に命中。頭を打っていく。正面から投げに持っていった。
さあ、今試合開始のゴングが鳴りました。まずは睨み合いか。ストンピング、ロープに振っていく、横っ面に当てていく、大きく足を上げてココナッツクラッシュ、マットに叩きつけていきます。パワーボム豪快、ジェフリー自らの肉体を誇示します。打ち込んでいきます。ヘッドマット、ストンピング、見てくれと言わんばかりのポージング。マットが大きな音を立てます。頭からいった、攻撃の手を休めない、攻撃の流れを切っていく、首筋に強烈な一撃、ホールに入った。5分経過、5分経過、ロープレイ、両肩をつけていく、決まった、見事カウント3を奪いました。
さあゴングが鳴りました。まずは睨み合いか。攻撃の流れを作っていく、構えていきます。入ってます。ロープに飛ばした。カウンターで蹴っていく。ここは相手を休ませません。ネックに変えて返していった。打ち込んでいきます。ロープに振っていく。強烈な当たりだ。ヤシの左を決めていきます。攻撃の流れを作っていく。頭に当てていく。ここは相手を休ませません。外していく。首筋にヒット。スリーパーに入った。ニークラッシャー、フォール、ロープレイク。背中のあたりから落としていった。外していく。首筋に強烈な一撃。クラッシャー、膝を痛めつけていく。そのままフォール。外していく。落下十分で落としていく。後方狙っていった。カウントは2。挑発していく。スリーパーの体勢だ。タウゲ拷問式のコブラツイスト。外していく。パーボンフィニッシュか。カウント3。カウント3を奪った。さあ今ゴングが打ち鳴らされた。おっと両者気合十分といったところです。体勢を崩し膝を砕いていく。ヘッドロックに捉える。締めていく。カウンターで蹴っていく。グイグイと締めていく。返した。
髪のあたりをグイグイと締め上げます。ストンピング。DDT、猛点から突き立てていく。いや、返した。容赦なく攻めていく。そのままフォール。カウントは2。張っていく。首筋に強烈な一撃。はい、切り返し。ストンピング。頭に打ち込む。ここから投げていきます。対角線に行ったぞ。まともに入ってるぞ。パワーボムだ。これは決まったか。決まった。見事カウントスリーを奪いました。さあ、ゴングが鳴りました。まずは睨み合いか。気合とともに対空時間の長いブレンバスター。決まった。容赦なく攻めていく。技のキレがいいぞ。入ってます。大きく足を上げてココナッツクラッシュ。膝を砕いていく。ヘッドロックで締め上げる。抜けた。大きく足を上げてココナッツクラッシュ。対角線に行った。膝を砕いていく。完全に決まったか。ショルダースリーで2回打った。大きく足を上げてココナッツクラッシュ。首筋の当たりもつけていった。場外に落とした。会場全体に筋肉アピール。決まった。見事カウントスリー。
会場内は超満員に膨れ上がっています。さあ今ゴングが打ち鳴らされた。三冠ヘビー級選手権試合60分日本勝負すでに開始です。さて試合前挑戦者返しています。攻撃の流れを作っていく、がっちり捉えています。ロープに飛ばした、横っ面に当てていく、最後から投げに入る、入ってます。締めていく、カウンターで蹴っていく、三沢余裕の挑発。さあ相手はリング下に転落、ジェフリー自らの肉体を誇示します。入ってるぞ、頭に打ち込む、コールの体勢、カウント2で返した、ここは相手を休ませません。投げに持っていった、ロープに逃げた、ストンピング、パワーボムだ、これは決まったか、カウントプレイ決まりました、やりました、ついにタイトル戦を制しました。新しいチャンピオンの誕生です。Thank you.